はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、今回のキャッシュレスニュースということで、PayPayが割り勘キャンペーンというのを、ニュースで出てきたので、そちらをピックアップしたのでお伝えしていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速見ていきたいと思うんですけども、今回4月26日0時新キャンペーンスタート、割り勘で1万円もらえちゃうキャンペーン、毎日抽選で50人にプレゼントということで、そう、まず開催期間が2019年の4月の26日金曜日の0時から2019年の5月の6日月曜日の23時59分までの開催期間となっております。なので結構短めのキャンペーンということですね。で、こちらは当選金額と当選本数っていうのが1万円相当が毎日1日に50人当たるということと、1000円相当というのが500人が、まあ、1日に500人当たりますよということになっております。で、まずこのまあ簡単な条件というのがありまして、この人数からすると最低まず3人からということですね。で、その割り勘のグループというのがあるんですけども、その割り勘のグループの作成者含めて3人ということですね。で、割り勘金額は合計で5000円以上ということで、特典の付与対象者は割り勘の作成者ということになっております。まあ、簡単に言うと割り勘のグループの作成者ということですね。で、当選は期間中1人1回のみで、一度当選したら以降の抽選は対象外ということになっております。なのでもう1回当たったらもうそこまでですよということですね。で、まあ、簡単な流れをお伝えすると、割り勘をまず作成と、まあ、そのグループを作成するということですね。まあ、書いてるんですけども、対象となる割り勘は、作成者を含めない2人以上のグループで、2人に割り勘金額合計5000円以上となるものです。で、割り勘が完了して、グループ全員が支払いを完了した状態。これがステップ2。で、ステップ3がここで抽選。前日に完了した割り勘の作成者が抽選対象です。ということで、まあ先ほどお伝えしたその割り勘っていうグループを作った人が対象者。ということで、ステップ4、当選者の方へPayPayボーナスを申請ということですね。で、この抽選及びPayPayボーナスの付与は、条件を満たす割り勘が完了した翌日となっております。なので、その場ですぐに当たるわけではないので、ここが注意点ですね。で、2019年の4月の27から5月の7日までの期間、毎日PayPayボーナスの付与を行うということになっております。なので、まあ、ちょっとゴールデンウィークの期間ですね、やっぱり飲み会とか、あとは新入生の歓迎とか、あと新入社員の歓迎とかで、まあ、まだ、新入社員の歓迎とかで割り勘を行うことはないかと思うんですけども、まあ、そういった機会で、まあ、こういった割り勘の機能を使うのもいいのかなと思います。で、僕のこの動画で、まあ、今回は割り勘のボーナスについてのお知らせということなんですけども、その割り勘のやり方については、次回の、僕の動画でまた解説をしていきたいなと思いますので、その時にまた確認をしていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の、配信された割り勘という機能ですね。もし気になる方がいらっしゃれば、まあ、PayPayの口座を登録したりとか、まだまだその口座登録だけでも確か500円を今もらえるキャンペーンもやっておりますので、で、先ほどもお伝えしたように、まあ次回ですね、僕の方からまた再度 PayPay の割り勘の機能についての解説をさせていただきたいと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。